こんにちは。今日はですね、ウィーク10、何出るのかなとか、ナイキのコラボしてたんですけど、その他何出るのかなとかって思ってネットで見てたら、ある情報を見てですね、お話ししたいなと思ったんですけれども、そのお話ししたいなと思ったのが、ノースフェイスの第2弾の商品が出てて、それがですね、ここにあげるんですけれども、またなんかダウンみたいのなんですよ。みたいな感じでなんかちょっとプルオーバーの、なんかフォトプリントみたいな感じになって、総柄みたいな感じになってるんですけど、こっちの方が良かったかなみたいな感じなんですよね。出る時期がね、どうなんだって話ですよね。なんかこうダウン必要なくなってから来そうな気もするんですけど、いやこっちの方がいいじゃんみたいな、あのギラギラ光ったやつよりは絶対良かったじゃんみたいな感じで、まあすげえショック受けたんすよ。欲しいなと思ったんで、ちょっと楽しみではあるんですよね。ちょっと見ながらね話していきたいと思うんですけれども、1960年代のですね、ニューヨークのタイムズスクエアの写真を前面に落とし込んでるダウンジャケットって感じなんですけれども、これめっちゃ良くないっすか？俺だけかな？これ超いいっすね。あんまり総柄って僕着ないんすよ。ってか、あんま好きじゃないんすよ。でもこれはなんかね、いいなと思いました。見た瞬間に。で、なんかこれ、シュプリームって、縁取りだけで、なんか刺繍みたいになってんのかな、これ。で、ノースの、前に多分ノースのロゴが左胸側にあると思うんですけれども、それもなんかあんまり目立たない感じで、これね、めちゃめちゃかっこいいなと思いました。もうダウン買わねえよってちょっと思ってたんですけど、これ出たらちょっと狙いたいっすね。このままの情報のまま出るのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、前なんかね、スタッツのヌプシの時もなんか、リークに出てた時となんか違うような感じで出てきたんで、そうならなければね、これ狙っていきたいなと思います。こっちにすればよかったっすね。これだったら全然同じぐらいの金額だったらね、余裕で買いますね、これ。ちょっと破産するんで、ちょっとこれ買うって決めたらちょっと、光ったダウン売んなきゃいけないですけど、これかっこいいっすね。写真の総柄っすよね。プルオーバータイプで、多分これハーフジップっすよね。で、胸のとこにちょうどボックスロゴが来るようになってて、シュプリームだよってのもわかるし、背中にね、そのシュプリームって書いてるのも、なんか、入り方とかもなんか嫌いじゃないし、これ、いいっすね。僕、これ、雪山より好きかもしれないっす。正直、その雪山そんな好きじゃないんであれなんですけど、全然、雪山より、かっこいいと思います、個人的に。前に出たね、ブリーチのヌプシとかもね、あれめっちゃ欲しかったんすよ。でも、形がマウンテンパーカーの方が僕好きだったんで、マウンテンパーカーにしたんですけど、それ、いやどっちかな。いや、でも同じ、同率で好きですね、僕は。この感じ。人気出そうっすけどね、パッと見。これ、早くね、情報でしたらね、マジで光ったやつ買わなかったっすね。いやー、ちょっとね、別にこれ大した内容じゃないんで動画にする気なかったんですけど、マジショックだったんですよね。なんか、どうすかね、見てる人とか、ピカピカのダウン買った人とか、どうすか、こっちと比べてみて、どっちが好みっすかね。僕は断然、この、新しく出てる、その、写真出てる方がね、かっこいいなと思うんですけれども、ただ、ハーフジップ、その、プルオーバーっていうところがね、好みが分かれそうというか、前開けで着たいっすよね、結構。プルオーバーってやっぱり、雰囲気結構ね、こう、たっぷり着れて、かっこいいんだけど、なんかこう、前開けとかで着れないから、買う選択肢としてはね、自分はあまり入んないんすよ。そこが多分より、みんなが買うかどうかっていう分かれ道だと思うんですけど、デザイン的にはね、マジでかっこいいと思います。やめっめっちゃもうショックすぎて動画撮ってるって感じっすね。ちょっとこの気持ちを分かってくれみたいな感じっすね。マジ見た時、おいって思いましたもん。ダウン出るんかいみたいな。ダウンなんか出ないって情報聞いたけど、ダウン出んのかみたいな感じだったんで、またダウン買います。多分。出たら、この感じで出たら買います。今度はサイズね、しっかり見て買いたいと思うんで、もう、雑談みたいな感じになってますね、これも。もう、悔しさしか出てない動画だと思うんですけれども、マジでね、買っていきたいと思います。もう買うって決まったら多分あれ売ります、僕。じゃないとね、僕もちょっとそろそろ破産しそうなんですよね。で、別に欲しいものもありますし、で、近々なんかね、バレンシアガアディダスも出るんですよ。なんで、それもね、なんか、黒と白。黒ベースのなんか白いラインの方ね、欲しいなと思ってるんで、どうなのかなって感じですね。買えないと思うんですよ、おそらく。それも買えないでしょうし、ナイキの靴とかもね、買えないと思うんで、ダウン、今季は買えればいいのかなといった感じで考えております。情報の方がね、本当に確定してるかどうかっていうのがわかんないんで、今後変わってくるのかもしれないんですけども、一応ですね、写真がこう出てたんで、この状態で出てきたら、僕は買いますというところのお話でした。多分ね、動画も短いと思うんで。
何とも言えないんですけれども、あの、まあ、ピカピカのダウンがいいとか次に出るやつの方がいいとかってコメントがあれば全然下の方に書いていただければねありがたいなと思います。まあ、この辺どっち買うよとかどっちがいいよとかいう話とかでもね、なんかちょっとコメント欄の方でなんかお話できたらね楽しいかなと思います。僕もなかなか普段ね、服の話する人とかって周りにいないんで、まあ、そういったところでコメントいただけるとね、なんかこうちょっとした話ができたりするので楽しんで送っていただけたらなと思います。まあ、それではですね、あの、僕の小言みたいな感じですね、で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。